ケットダイエット今はねゴールデンゲートパークで無料で行われているカートリーストリックビーブルクラスっていうね無料ブルークラス系の音楽旅にやってきまーすってちょっと早速みたいなやってるやってるこんな感じでねいろんなねステージがあって、なんかねいろいろミュージシャンが来てるわけなんですけどその中でもね結構大物がいるかなちょっと僕はちょっとどうなんやろうなリスト見たけどよくわからなかったんですよねまあ僕が聴くような音楽じゃないんで、でちょっとね今日はねカラッとめっちゃええ天気ちゃうここでねちょっとこの GoPro Hero 7 Black を動かさせにねちょっと Vlog を撮影してみようかなと思いますというかねここに来るまでの道にね頭8に刺されてめっちゃ痛いねんけどで水やられたかね多分大丈夫やと思うんですけどまあちょっとなんか痛くなったらね、なんか救急員の人たちにちょっと助けてもらおうかなと思ってますけど、じゃあ早速ねいろいろ行ってみましょうかすごい盛り上がってるねこれっていうかね、ちょっと年齢層高めって感じですかね参加者の方々はあとは子連れが多いですねあとなんかちょっとカウボーイハットみたいなかぶってるとかいっぱいいるような気がするけどなんて言ってもねブルーグラスって言ったらアメリカのフォークミュージックですからで主に、まあ、内陸のね、まあ、テキサスとかだったりするのかなもっと田舎の方かななんかの人が結構好むような音楽だったりするのかな、まあ、こっちに住む白人の方々がね結構なんやろ感性的にこう好むような音楽だと僕はちょっと感じているわけなんですけどで実を言うとねうちの長女も中学の時ねブルーグラス部っていうので入ってて、彼女はバイオリン担当だったんですけど結構ね、小島家結構慣れ親しんだ音楽だったりするわけなんですけど、まあこんな感じでちょっとまだ早いからねまだそんなに人の集まりが多くないけど、まあ、結構スケジュールとかこういうとこ記されてたりするけど、あったあったファーストエイドちょっと聞いてみよう頭痛いねなんかないかな消毒液かなんかあれ人いないんかいなんやまだ早いんかあマーチが売られてるこんな感じ結構 T シャツとかね売られてて結構ね可愛らしいんですよねいろいろフードトラックもねいろんなとこにあってこれメキシコ系かなあなんかすごいね飲み物とかもいっぱい置かれてるあインド系ねでこれがハンバーガーまあそろそろね11時やからねそろそろちょっとお昼ご飯のプランも考えなあかんなこれがなんやろいろいろありますね豚の豚料理これがシャーマンバオっていって中華料理ですねコーヒー屋さんあすごいですが並んでる違うステージがあったあしかもこの隣にファーストエイドのステーションがあったここでなんか可能止めとかもらえないかなわあこんなんもらえた聞いてみるもんやねスティングリリーフって言って虫刺されにいいやつですよねこれちょっと頭ふきふきしようコーヒーという頭皮は全部そうかな踊ってはるさっきの救急ステーションで横に立っておじさんがね蜂に刺されても大丈夫だよってグッドミュージック聴いてたらそのうち治るさねーみたいな感じで言ってあったあとはビールとか飲みながらそしたらすぐ治るからって言われたからねちょっとビール買いに行こうかなおじさんに言われたらしゃあないねちょっと蜂刺され治さなあかんからビール飲みますあそうそうなんか飯食おうかななんか美味しそうこれとかすごくないわあ最高やねフェスの肉これ見てこれ GoPro でおしく取れるかなすごいねうわこっちでかいステージやな早速見に行こうかうわめっちゃでかいステージもう下ってみようかこの時手ぶれいいよね手ぶれ補正が効いてるか
ケージやから。お、ウォータータワー発見。これマラソンのイベントとかにね、こういうのあるよね。こんな感じでみんな喉乾かないようにね。あ、またあった。あそこで何かあったらまた助けてもらおう。さてさて、本格的にちょっと飯を探しに行こうかな。あそこがあれやね、飯ステーションって感じなのかな。ちょっと行ってみようか。いや気持ちいいね。 GoPro 相性いいよね、こういうところ。あ、いたいた、ヒッピーグループたち。結構ね、至るところでね、まあカリフォルニア合法やからいいんやけどね、あのマリワナの匂いがねしますね。すごい、なんかもう自由自由気ままって感じ。かつてのね、ちょっと60年代のこうウッドストックをちょっと彷彿させるような、そんな雰囲気と言いましょうか。何食おうかな。あるな、なんかうまいもん食いたいな。とガーリックフライね。ガーリックフライってサンフランシスコ名物なの知ってます？ちょっとね、めっちゃガーリック臭いからちょっとやめとくかなと思うけど、要はあのフライドポットに、生のこうなんか刻みニンニクみたいなのが乗って、あとはパセリとかもちょっと切られて乗ってんのかな。まあそんな感じの食べ物がガーリックフライね。なんかどういういきさつでサンフランシスコ名物になったのかわかんないけど、なんか野球観戦とかね、結構あの名物みたいな感じで、ジャイアンツ戦とかでは絶対みんな食べるみたいな、そんな食べ物だと僕は理解してるんですけどね。多分そこで初めて振る舞われたっていう食べ物なのかな、勝手には僕の予想ですけども。お、ポキポケポキポケもうエッチね。いいっすね、こういうのも。なんか手作り感満載な感じ。何を食べよう、ちょっと優柔不断で決めれない。ガーナ料理、ガーナ料理なんか食べたことないな。すごいな、シチリアン。あー、プリスタグッタ。あーな、なってってん。アサイーボールとか、ジャイロね、これが中華料理とかギリシャ料理かな。なんかヘイみんなめっちゃいいリアクション取ってくれる。ファラッフェルとか、おー、マッカンチーズね。あー、ここもなんかいい感じやな。すごいね、あったかいですよ、気持ちいい。ピッチがね、ちょっとバラッキーがないよね。やっぱりブルージャンって言ったら白人さんって感じなのかな。有名な人なんやろね。あ、馬がいた。あれでも馬好きの人にとったら最高の仕事やね。綺麗やな、馬って。美しいよね、なんかフォルムが。こんなとこ初めて来た。なんかダムみたいな感じになってるけど、あ、なんか釣りしてはる。なんか釣れるんかな。あの人すごいね、なんかフライフィッシングしてんのかな。なんか水がなんかすごくアーティフィシャルな色なんですけど、不自然なこうちょっと青い感じ。すごいね、あの人の竿さばき。すげえ。これでもさ、僕もねやってみたいんですよ、一回こういう釣りの仕方。ちょっと新しい趣味そのうち始めようかな。お、なんかアングラーズロッジって言って、アングラーって言ったら釣り人っていうことですよね。キャスティングプールって多分練習用の池なんでしょうね、これ。知らなかった、こんなとこあんの。ゴールデンゲートパークなんか面白いな。結構来たことないとこがいっぱいあんねんけど、あれ何、なんかあそこで倒れてる、怖いねんけど、ちょっと心配になっちゃう。ちょっと見に行こう。あれあれあれ、倒れてるよこの子。あ、この子さ、お腹大きいよね。 Is she pregnant or? I don't know.
大丈夫かな、今起きた。Hey, are you okay? あ、エアスリムがあった。ケンさん、ありましたよ。あれっていうか長くない、このエアスリム。ストレッチバージョンっていうのがあるのかな。なんか結構バスみたい。わあ、気が綺麗やな。やっと出れるぞ、出口発見。っていうか Google マップ使えやって話だけど。よっしゃ、街中出てきた。じゃあ走っていこうか。さて、うどん食いに行こう。うどん。やっぱりね、肉とかさ、いいんやけどさ、なんかいろいろインド料理とかさ、やっぱりうどんやね。あったあった、めっちゃ並んでる。そうでもないか。でもありがとう。で、ハムムスリで売られてるけど、これは日本じゃないんちゃうかな。ネギとかパクチーとか取り放題で、かなりハイカロリーやな。まあ、エカ走ったから鳥が、うわー、すごいね、美しいね、この子。さっきね、この子にね、このアスパラの天ぷら取られた。まだ食べかけのやつ。すごいな、これ、ずぶといな。もうちょっといけるかな。もうちょっと近づけるんちゃう。いっちゃった。あ、うんちした。こいつ。さて、そろそろね、事情を迎えに行かなあかんねんけど、これ見て。今はね、事情用にこれ買ったんだけど、じゃーん、ちょっとなんかぐちゃぐちゃになったけど、ラクーンね、これアライグマのアイシングがついた、あーやばい、ぐちゃぐちゃになっちゃった。クッキー、これを買ってってあげようかなと思うんだけど、喜びたい、こんな表情取れたらいいね。さてーと帰ろうか。見てこれ、じゃーん、お土産。What? 見して。あ、溶けてる。無残な姿になってる。あれは、まあ、大丈夫でしょう。食べて。はい、ということでね、今日は以上です。ちょっと今からね、次女を友達の、バースデーパーティーに、連れて行こうかなと思います。まあ、あれですね、あるあるですね、お父さん。結構ね、頻繁にあんねんな、バースデーパーティー。じゃあ行きます。それでは、いい評価、チャンネル登録よろしくお願いします。